エネルギッシュでスポーツ的な性格なオーストラリアンシェパード。どちらも食べちゃいたいくらい可愛いですね。どちらも個性豊かで魅力あふれる、非常に人気のある犬種で、警察犬や軍用犬、家庭犬など様々な役割で活躍し、愛されています。今回はジャーマンシェパードとオーストラリアンシェパードの違い、そしてどちらの方があなたにとって生活を共にしやすいかを見ていきましょう。ジャーマンシェパードは、ドイツ原産の犬種で、愛らしい容姿と優れた能力から世界中で広く愛されています。体格は体高はオスで60から65センチメートル、メスで55から60センチメートルほどで、体重はオスで30から40キログラム、メスで22から32キログラムほどです。そして筋肉質で力強い体つきをしています。頭部はやや長く、まっすぐな背中としっかりとした骨格を持っています。ダブルコートの紐を持ち、密度が高く、防水性があります。一般的な紐の色は黒と茶色のブレンドですが、他のバリエーションも存在します。彼らは知識欲が高く、学習能力に優れています。そのため、訓練やしつけが非常にしやすく、多くの訓練目的で使用されています。警察犬、軍用犬、盲導犬などの役割を果たすことがあります。忠実で家族思いな性格を持ち、家族との絆を大切にします。彼らは家族の一員としての役割を真剣に受け止め、家族を守るために尽力するでしょう。とても元気なので、十分な運動と刺激を与えることが重要です。定期的な散歩や遊び、訓練活動を通じて彼らのエネルギーを発散させてあげましょう。またスポーツ競技やアクティビティでも活躍する賢いワンちゃんです。オーストラリアンシェパードは、実際にはオーストラリア原産ではなく、アメリカで生まれた犬種です。別名、オージーと呼ばれることもあります。活発な姿勢と美しい皮毛が特徴で、体高はオスで50から58センチメートル、メスで45から53センチメートルほどで、体重はオスで25から30キログラム、メスで20から25キログラムほどで、ジャーマンシェパードよりもやや小さめです。筋肉質で俊敏な体つきを持ち、活動的でスポーツ的な能力があります。皮毛は中程度の長さで、二重構造を持っています。皮毛の色は非常に多様で、様々なパターンがあります。オーストラリアンシェパードも知識欲があり、高い知能を持つ犬種です。そのため、トレーニングや仕事を通じて刺激と運動を与えることが重要です。家族に対しては忠実で愛情深く、元気いっぱいな性格を持っています。羊の牧畜を行うのに適しており、また、アジリティやフライボールなどのスポーツ競技でも優れた成績を収めます。知的な刺激と運動を提供することで、幸せで健康的な生活を送ることができます。2匹ともに、優れた能力と忠実な性格を持っているため、多くの人々に愛されています。ただし、どちらにおいても、適切なトレーニングを提供することが重要です。また、個体によって性格や行動の違いがあるため、犬それぞれの特性を理解し、適切なケアを行うことが大切です。ジャーマンシェパードとオーストラリアンシェパードの特徴は分かりましたか？では2匹を比較すると一体全体どちらがあなたにとって飼いやすいのでしょうか？ジャーマンシェパードとオーストラリアンシェパードのどちらが飼いやすいかは、個々の性格や飼育条件にもよります。しかし、一般的な傾向としては、ジャーマンシェパードの方が飼いやすいとされています。ジャーマンシェパードは非常に知識欲があり、訓練しやすい犬種として知られています。彼らは高い知能を持ち、指示に対して敏感に反応します。そのため、基本的な訓練やしつけが比較的簡単に行えます。また、ジャーマンシェパードは家族に対して非常に忠実で愛情深い性格を持っています。彼らは家族との絆をとても大切にし、家族の一員としての役割を真剣に受け止めます。このような特性は飼い主との関係構築を簡単にし、飼いやすさにつながります。一方、オーストラリアンシェパードも知識欲があり、高い知能を持つ犬種ですが、ジャーマンシェパードほどの訓練性や従順さは持っていません。彼らは活発でエネルギッシュな性格を持ち、適切な運動や刺激を必要とします。十分な運動と知的な刺激を提供することで、彼らのエネルギーを発散させる必要があります。飼いやすさは個体によっても異なるため、犬の性格、個々のニーズ、
飼育者の経験などを考慮する必要があります。どの犬種を選ぶにせよ、飼い主と犬の相性や適切なケアを提供することが飼いやすさの鍵となります。結論としては、どちらも愛情深く賢い犬です。しっかりとしつけることで、どちらでもあなたの人生の良きパートナーとなるでしょう。今回の動画はここまでです。またお会いしましょう。